ゲロ温泉は、岐阜県ゲロ市にある温泉。林羅山が、有馬温泉、草津温泉とともに、日本三名泉に数えたことから、日本三名泉と称される。温泉街と中根山ゲロ駅から、日高沿いを中心に、旅館、ホテルが林立している。川沿いのほか両岸の山腹部にも宿泊施設があり、多くは、ゲロ駅とのシャトルバスの便がある。なお、 ゲロ市の町名では、川の西側が高田、川の東側は、ゲロ大橋の先の道路の北側が湯の島、南側が森であり、この3地区にほとんどが含まれるが、最も北西側にある宿泊施設は、旧、マスダ萩原町域に所在するものもある。旅館や高級ホテルからビジネスホテルまで各種ホテルが多数ある。詳細は、 ゲロ温泉旅館共同組合のウェブサイトを参照のこと。ただし、一部に旅館組合非加盟の宿泊施設がある。大江戸温泉物語ゲロ新館など、ゲロ温泉旅館共同組合では、湯ぐり手形を発売している。有効期限はあるものの、湯ぐり手形1枚につき、手形加盟旅館の中から3箇所を選んで立ち寄りで入浴することができる。外湯は、 クワガーデン天風呂、白鷺の湯、雪の湯の3カ所がある。下呂温泉の気候は、山間内陸性気候である。周囲を山に囲まれている。1日のうちでも、寒暖差があり、春や秋は着脱できる上着が必要である。日田地方では南部に当たるため、積雪はあるもののそれほど多くはない。約1000年前の縁起年間から天略年間の頃に、 現在の温泉地の東方にある湯が、峰の山頂付近に温泉が湧き出したのが始まりである。泉港があり、当時から当時客があったと言われる。1265年に山頂からの湯出は止まったが、現在の温泉地である日田川の河原に湯出が発見された。このことは平家湯伝説における白崎伝説として伝わる。湯口の移動により、湯が峰に安置してあった。 薬師如来像を村里に移動し、温泉寺とした。室町時代に、御山荘、万里周区が、草津、有馬と共に、天下三名船として全国に紹介した。1621年には、林羅山も著書の中で、草津、有馬と共に名刀として挙げている。中根山の山麓に立つ、温泉寺は、江戸時代の創建と言われる。当時の泉名は、 湯島といい、その後、湯の島温泉が下路温泉の別名としても使われた。温泉地は、飛騨川の氾濫喉に壊滅的な被害を受けてきたが、その度に復興してきたものの、安静の大洪水で、湯脈が破壊されて湯出口を失い、明治時代にわずかに出たものの錆びれてしまった。復活をかけて、地元民により、大正時代にボーリング採掘が始まり、 昭和初期には、高山本線ゲロ駅開業を見据えて、名古屋の実業家、岩田武志奈々が、採掘事業に乗り出し、1931年に湯の島館を開業した。同流館の建物は、国の登録有形文化財になっている。ゲロの名の起源は、律令制の時代に遡る。俗日本記によれば、776年ゲロ温泉の付近には、 美ノ国の菅田駅と日田国王の軍の友の遊駅があった。しかし、この二つの駅間は遠い上に道も険しかったため、中間に駅を新設することとなり、下止め駅を置いた。やがて、時代が進むに従い下止めと音読みするようになり、転じて、現在の音と表記になった。菅田駅は、現在の下路市金山町、姿、友の遊駅は、 ゲロ市萩原町上漁にあったものである。温泉噴泉地ゲロ温泉街を突っ切るように流れる、日田川の河原に、噴泉地と呼ばれている、露天風呂がある。脱衣所や風呂を男女別に仕切る壁がない、混浴温泉であり、入浴は無料となっている。利用にあたっては、2010年2月1日から男女とも、水着の着用が義務付けられている。 ゲロ温泉にも足湯が多数設置されている。最初のものは2000年に開設された詐欺の足湯である。ありがとうございます。